パターンブラシを掛け編みか、漫画背景に使えるデュアルブラシの作り方講座。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんちです。最近クリップスタジオのアップデートで、デュアルブラシの機能が追加されました。おー、二つのブラシを組み合わせて掛けるようになったんだね。このデュアルブラシを漫画に使えないかいろいろ試してみたんだけど、葉っぱのパターンブラシを掛け編みと合体させて、いい感じのデュアル掛け編みブラシを作れました。おー、ペンのタッチ入りのパターンがワンタッチで掛けてるー。これは漫画にめちゃくちゃ便利そうだね。この動画ではこんな感じのデュアルブラシの作り方と、デュアルブラシを使った背景の作例をいくつかご紹介しようと思います。はじめに、さっき見せた葉っぱの掛け編みブラシを作っていこうと思います。まず普通のパターンブラシを用意するんだけど、せっかくなので、オリジナルのパターンブラシの作り方から紹介していきます。パターンブラシの、草木のサブツールウィンドウのここ、カスタムサブツールの作成から新しいブラシを作ります。設定は、出力処理は、直接描画、入力処理は、ブラシって、名前を適当につけて OK を押すと、新しいブラシが追加されるよ。おー、新しいブラシが追加されたよ。この新しいブラシは何も設定されていない、ただの丸いペンなので、これは一旦置いておいて、ブラシの先端素材をいくつか作っていくよ。まず第一のパターンブラシ素材、葉っぱから作ります。モノクロのレイヤーに、黒で葉っぱの塊みたいなのを適当に描きます。葉っぱのレイヤーを、素材パレットにドラッグ&ドロップすると、葉っぱの画像が素材として登録されます。葉っぱの素材をダブルクリックして、素材の設定をします。ここの、ブラシ先端形状として使用、にチェックを入れます。素材保存先を、画像素材、の、ブラシ、にして、後で探しやすいように、わかりやすいタグと名前をつけて OK を押します。これでひとまず葉っぱのブラシ先端が一つできました。同じように、少し形を変えた葉っぱのブラシ先端を2、3個作っておきます。これで一つ目のブラシの素材は完成だね。次に第2のブラシ素材、掛け編みを作ります。先ほど作った葉っぱの先端素材を下に透かして、同じくらいの大きさになるよう目安にして、ハッチングを描いていきます。きっちりとした線でも良いのですが、今回は手書きの感じを出すために、気楽にラフな線で描いています。葉っぱと同じように、素材に登録して完成です。これで二つ目のブラシ素材も完成だね。それじゃあさっき作ったブラシに、今作った先端素材をぶち込んでいきます。まずデュアルブラシの素体になる、葉っぱのパターンブラシを作っていきます。まず新しいブラシの、サブツール詳細、の、ブラシサイズ、を適当に、700、くらいにします。筆圧などは、ここから設定できますが、一旦ノータッチです。次に、ブラシ先端、の項目の、先端形状、を、円形、から、素材、に変更して、ここの検索で、さっき作った葉っぱのブラシ素材を探して、3種類くらい選んで OK を押します。次に、左右反転、上下反転を両方、ランダムに変更します。モノクロ漫画用のブラシなので、ブラシ濃度、100% に変更して、感覚によるブラシ濃度調整もオフにして、筆圧での濃度変化もオフにしておきます。厚さは影響元の、ランダムの最小値を90に。向きは影響元のランダムの影響度を25に設定しておきます。いい感じにムラができそうだね。次に散布効果をオンにして粒子サイズを750にします。粒子密度はごちゃつかないように1にして、粒子サイズは影響元のランダムの最小値を50にしておきます。最小値を0に近づけすぎると粒子サイズのばらつきが大きくなるので注意です。粒子の変更は適当にマイナス側にして、外側にばらけるようにしておきます。粒子の向きは影響元を散布全体の向きに変更して、ランダムの影響度を25にして、粒子の向きの数値を50度にしておきます。ストロークは間隔を広いか普通にして、他は全てオフにしておきます。というわけで、こんな感じの葉っぱのパターンブラシができました。なんだかいまいちなブラシなのですが、
個、細かいところは後からいくらでも調整できるから、とりあえずはこれで良いのだ。それではこのブラシをデュアルブラシ化して、掛け網の素材を組み込んでいきます。まず2番目のブラシ形状をクリックして、その中のデュアルブラシをオンにします。そして、適用方法を、焼き込みリニアに変更します。ブラシサイズは適当に葉っぱと同じくらいの600くらいにして、メインのブラシサイズに連動をオンにしておきます。次に、ブラシ先端の項目の先端形状を円形から素材に変更して、葉っぱの時と同じように掛け網を探して選んで OK を押します。他は何も触らずに散布効果に移ります。次に散布効果をオンにして粒子サイズを750にします。粒子密度は1にして粒子の変更は -25 にします。粒子の向きは影響元のランダムの影響度を1にして、あとはそのままにしておきます。ストロークは間隔を広いにして、他はすべてオフにします。最後に補正を全部オフにして、葉っぱの掛け網ブラシの完成です。おお、いい感じのブラシができた。それじゃあ早速試しに1本の立ち木を描いてみるよ。線をストロークするよりペン先でトントン叩くように描くといい感じ。おお、かなり手描き感出てていい感じだよー。枝や幹はベタで描くとそれらしくなりそう。葉っぱを掛け網で描くのはしんどいけど、これなら素早く描けていい感じに描けてよいね。ついでだから、葉っぱと同じ要領で木の幹の掛け網ブラシも作ってみました。おお。さっき作った葉っぱブラシは掛け網の向きが固定だったけど、こっちはストロークの方向と掛け網が同じ向きになるように、粒子の方向と粒子の向きを設定してあるよ。おお、これなら枝の流れに沿って木の質感をスイスイ描けるね。複雑なブラシ先端の素材を作らなくても、いろんな形の掛け網を自由に描けるようになった。デュアルブラシは革命的なアップデートだと思う。例えばさっき作った葉っぱのブラシも、設定を少し変えるだけで、掛け網の方向をストロークの方向に変更できて、葉っぱが風になびいているような表現もできるようになる。おお、これはすごい。さっきの立ち木に今のブラシで角度を変えながら描くと、柔らかい掛け網になって良い感じの陰影にできるよ。おお、優しい感じの陰影になってるね。で、完成したのがこちら、10分くらいで描けました。おお、早いのに手描き感がすごい。次は雲のブラシを試してみよう。こんな感じの雲のブラシに、葉っぱと同じように掛け網をぶち込むとこんな感じ。おお、こっちもいい感じだね。そのままでも良い感じなんだけど、せっかくだから、これもストロークと掛け網が同期するように改良して、さらに筆圧で粒子サイズ、粒子密度、間隔をコントロールして遠近感のある雲が描けるようにしました。おわぁ、もう何でもできるじゃんか。ストロークと掛け網を同期する設定は、掛け網の散布効果の粒子の向きの影響元を線の方向にして、粒子の向きの角度は掛け網が真横になるように設定すると良いです。おお、掛け網が線にそう感じになった。それじゃあこのブラシも試し描きしてみるよ。夕焼けの空を描いてみます。ブラシの設定は何も触らずに、ストロークの向きと筆圧だけで、遠近や空気の流れをスイスイ描けて気持ちいいです。おお、ブラシ一本でこれ全部描けるのは楽だねー。電柱を描いて、夕焼け空のグラデーションを入れて、雲に夕日の光のトーンを入れて、完成です。これも10分くらいで描けました。おお、手描き感と広がりのある夕焼けが短時間で描けてるよー。岩肌用のブラシも作ってみたので、これで崖を描いてみます。試しに描いてみたんだけど、こっちはそのままではいまいちで、上からペンで描き足すといい感じになりました。まだ改良の余地がありそうです。下描きというか土台としてなら全然優秀だと思うよ。選択範囲と組み合わせたり、変形したりすると良さげな感じでした。空も描き足して完成です。これも10分くらいでした。おお、手で掛け網描くよりは全然早くできてるね。以上、デュアルブラシをいろいろ作って描いてみる動画でした。パターンブラシの掛け網化のコツについて、ざっとまとめると、素
体のパターンブラシの素材と掛け編み素材はモノクロの黒で描く。デュアルブラシの適用方法は焼き込みリニアで。掛け編みの散布効果はオン。粒子サイズは1のブラシと同じかそれより大きくする。ストロークと掛け編みの向きを同期させたいときは、粒子の向きを変更する。ここで作ったブラシは概要欄に載せておきますので、よかったら使ってみてください。そのまま使ってもらっても良いですが、よかったら先端画像の素材や掛け編みを自分で描いたものに入れ替えて、オリジナルのデュアルブラシを作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。